東京競馬場1レースは3歳美少利牝馬限定ダートの 1400m 戦に出走馬16頭です。夏の青空が上空一面にきれいに広がりました。今日の東京競馬場風も今ほとんどありません。非常に強い日差しがコース全面を照らしています。今日はかなり気温が上がりそうな1日。芝コースダートコースとも両馬場のコンディション。ダートコース向こう正面ゲートイン偶数番各馬12番の湘南箱舟8番剣道長来14番ココマンダリンと収まって最後16番静かの海。16番ゲートに静かの海収まってゲートインが終わりました。スタートしましたと11番のファビュラスエリカ遅れました。好スタート好ダッシュ9番のグシちゃんの空単独抜けていきました。これを追って2番手10番のフラッフィーソング上がっていきました。インコースから3番グランデアマポーラが3番手これに並んで8番の剣道長来さらに外かわして13番オリビアジテーム3番手に上がっていきました。この先段を追って15番のサンマルリアンも今日は前へと行きます。その後7番のゲッティンが追走で1馬身差16番静かの海これから3コーナーカーブインコースは1番のオールマキシマム最内を回ってその外は6番のティーラミレスこれらは中段さらに外14番ココマンダリンこれら広がっています。その後1馬身がいて4番ルミノルシファー外へと出していった5番のメダルラッシュさらには2番のアロハラに馬群の中で 3,4 コーナー中間2馬身がいて12番湘南箱舟後方から2頭目3馬身がいて11番ファビュラスエリカ最後方です。600を切って前は第4コーナーカーブを回って直線に入ります。9番グシちゃんの空10番のフラッフィーソング黄色い帽子2頭に外から13番オリビアジテーブ前は3頭広がって400を切って3頭の追い比べ坂を上がります。その後2馬身差15番のサンマルリアン外目の今4番手さらに外16番の静かの海前から5頭目これら追い込んできますがさあ先頭抜け出た13番オリミアジテーム1馬身半のリード9番グシちゃんの空10番フラッフィーソング黄色い帽子2頭が競り合っての2着争いに外からは8枠2頭接近2着争い快勝13番オリミアジテーム5連2着16番静かの海最後上がりました。その後3着争いが15番サンマルリアンと10番フラッフィーソング9番グシちゃんの空この3頭最後は3着争いになりました。向こう正面スタート直後スーッとポジションを押し上げていきました13番オリビアシュテーム前を行く黄色い帽子の2頭の外から坂の上り追い比べあっさり抜け出して勝負を決めています。13番オリビアシュテーム鞍上は枝照雄騎手です。2ヶ月半ぶりの実戦惜敗にピリオドをここで打ちました。快勝でした。そして最後2着には16番静かの海単独上がりました。そのうちで3着争いが黄色い帽子2頭9番グシちゃんの空10番フラッフィーソングに15番のサンマルリアン3頭広がった3着争い勝ち時計1分25秒5ゴールまでの 800m49 秒 1600m36 秒4でした。3着は内9番グシちゃんの空優勢か外15番サンマルリアン間10番フラッフィーソングここは3頭広がって接戦でした。あっさりと抜けれました13番オリビアシテーム鞍上枝照雄騎手快勝でした。最後2着は16番静かの海追い込んで上がりました。そして先行した2頭にこれも追い込んだ15番のサンマルリアン9番グシちゃんの空10番フラッフィーソング内で競り合うこの2頭に最後15番のサンマルリアンが並びかけた3着争いは3着今9番グシちゃんの空と上がりました。副賞券すんなりと上がりました。13番16番9番最終オーズです。3番人気5番人気1番人気の順です。単勝13番 4.6 倍枠連78 14.7 倍馬連13番16番 21.0 倍馬単13番16番 36.2 倍三連複9番13番16番 24.3 倍三連単13番16番9番 157.2 倍です。確定までお待ちください。